ちは。写真にしようかな。久しぶりに宇宙人にしよう。こんにちは、こんにちは。いや、今日で今週のイベント終わりなんですけれども、寝たすぎる。土日だもんね。今日でイベント終わりということで、3週目ウィーク、これで可愛いって言われてもなんかオフってなっちゃう。あくび出ましたね。もうあくびずっと出すぎて、いつあくび出たかわからん。プリウスさん、ミルクありがとうございます。今ね、眠い。でも言うて、6時間ぐらい寝たんだけど、すごいすっぴんですねってでしょ。大ガリさん、フォローしました、ありがとうございます。今日眠いよね。なんだろう。てかあくびが止まらん。なんでやろうか。今日はね、昼過ぎなんですけど、ちょっとやることは、外出なあかんのは。寝すぎたんじゃない？頭使ったんじゃない？って、もう逆じゃない？真逆すぎない？こっち雨です。朝ごはん食べてない。星投げカウントぜひよろしくお願いします。竹谷さん、こんにちは。
なんか今日で3週目終わるとあと1週間しか明日からで今日合わせてあと8日間しかないって思うとさ、意外と早いなって思いますよね。サマさんこんにちは。声が寝起き。確かに。香港の KK さん、こんにちは。さあ、あと1週間で終わる。なかなかさ、毎日配信なんてしないからさ、しかも毎日ね、長々と配信してたから。でもそれで思ったことは、ライバーさんとかってすごいなってすごく思いました。なんかもともと予定こうやって発表しててもさ、いきなり配信できなくなるとかあるやんか。その度その度、あ、ごめんなさい皆さんに言っちゃったってなるもん。カズさんこんにちは。集めてまいる、ありがとう。ポチと完了、カウント完了、ありがとうね若いさん。あ、今日の夜20時に告知あるので楽しみにしておいてください。はねまさんこんにちは。でしょうか。あれ？ボングさんありがとう。洗濯しないの？昨日回したから意外と少ない。キョシキさんおはよう。ペイペイレイズさんこんにちは。土日で10時ってさ、まあ、みんな10時くらいに起きるのかな、休日って。
どれぐらいが普通？12時ぐらいに起きます。それは眠いね。睡眠は大事なので、だいたい昼まで寝てる。そうだよね、起きちゃう8時ぐらいに。少し見ないうちに緑色になったの。そうなの、すっぴんが緑色になっちゃいまして、6時って思ったんだけどさ、最初ね、今日の配信はそうなったら数時間しか寝れないって思って、じゃあ8時って思ったんだけど、いやもしかしたら数時間しか寝れないかもって思って10時にした。ちゃんと6時間ぐらいは寝れるようにした。睡眠大事。ゆるい。嘘。なんかおもろい。嘘。ね、倍返り寝て。待って、今日の配信予定を決めよう。まず10時から10時半まででしょ。次お昼ぐらいだよね。本末転倒。そうだよ。まやねさん、こんにちは。どうしようかな。OK、 10時40分まで、10時40分まで配信して、次
電車の時間調べるの忘れてる。予定が終わったとして16時ぐらいには家着くと思うから、16時からから間にも1回入れるとして、16時から30分がいいんでしたっけ。赤井さん、タンポポありがとう。爆笑キングさん、お疲れ様です。20日、すごい。でも2時間空けての30分やったとしてもさ、それよりかは多分1時間やった方がここまでの土曜日やったらそっちの方がいいのかね。どう思う？喋り遅い？ちょっとシャッキシャキ喋るわ。シャッキシャキ40分にすれば、40分配信するか。じゃあ16時から16時40分にすればいいのか。次に2時間空けた方がいいのかね。顔色悪い。でも次16時から16時40分、その次19時やったらさ、3時間空いてまうよ。どう思う？あ、メガネさん、おはようございます。6時40分に終わって その次1時間空けていいかな。よくない？1時間空くのは。18時から、18時からにしますか。18時からで、いや、クエナが今日のところ忙しいっていうか、昼過ぎぐらいだけやから、そこまでな気もするんですけれども、そうだね。ああ、これの少量米個人イベント参加したかったけど北海道だから難しいか。18時18時からの達成するまで終わりません。
18時からは、じゃあ前みたいな1時間配信して10分休んでみたいな、それにする？ね、最終日だからさ。あ、そっか、コメントカウント50分やって10分休みにするか。髪色変わったのねって。そうなの、髪型も変わった、緑色になっちゃった。モンゴさん、いいねファイトありがとう。頭皮の色が変わった、確かに。だから6時からなるべく始めたとしても6時間5時間ぐらい。ソーラさん、ダルマさんありがとうございます。ゆうたくん、ミルクありがとうございます。じゃあこの配信が終わったら Twitter、SNS に今日の配信予定載せますんで、よろしくお願いします。としくん、こんにちは。広島のけんさん、ハートありがとうございます。こちらこそ今日よろしくお願いします。お腹空いちゃってさ、お腹鳴りしたからちょっともういいするね、一瞬。もうにしたけど、やっぱお腹鳴るってさ、ちょうどいいタイミングならないよね。いきなり来る。仕事頑張ってね。ね、なんか食べよう。ちょっと待って、なんか取ってくる。なんかさ、いっぱいチーズあると思ってたのにさ、キリしかなかった。どこ行ったんだろう。魚の骨は今の気分ではないんだな。タカさん、3週とカウント完了ありがとう。
ロビンさん猫のパンありがとうございます。ロッジさんハートありがとう。コリコリ噛んで食べて噛んだよ。目が覚めさ、意外ともう目覚めた。意外と甘みパッチリ。ラビさんサンドイッチありがとう。ゴリオンさんレベルになったら早いね。寝坊しちゃった？今から仕事だもんね。頑張ってね。ラビーさん、焼きそばパンもありがとう。カイナまだレベル1なんだけど。初訪問ありがとうございます。ゴリオンレベル 5？ それはすごい。ゆうたくん、メコパンとメロンパンありがとうございます。なるほどね、カスタムやってもレベル上がらないのか。サンデッチもありがとう。今日もゲーム配信しましょうね。やりましょうやりましょう。そうだね、今日も配信できる限りします。またあのね、お知らせするけど、昼ぐらいにもう一回40分かちょっとできたらなとは。今でもファンレベルの仕組みが分かってない。どうやってマークがつくのかも分かってない。なんか星投げしたりカウントしたり、あと SMS 登録しなかったらならないのかな。電話番号の登録、ゆうたさんタンポポありがとうございます。そう、この配信が終わって家出るまでに一瞬でも配信できたらなとは思ってるよ。Yes, yes.
今日はどの配信しようかな。企画考えないとやばいな。20時のお知らせもお楽しみにしててね。料理配信、なんかさ、台所がさ狭くて、なんかもっとちゃんと台所って大事に物件選ぶときしないといけないなと思った。若いさん電話さん、ありがとう。まるさん、こんばんは、ありがとう。仕事中声聞こえないからお知らせお願いします。了解。次の配信が、16時から16時40分でいるんだけど、それまでに時間にそうやったらまた配信するんですけど、一回電車の時間を調べないとわからなくて、なのでこの後終わったら一回調べて予定組んでツイッターとかに載せます。ファンレベルアップさせるには視聴時間、コメント数、ギフトとか、なるほどね。はやほくさん、ありがとう。すごいよね、ファンレベル。なんかついてるのかわいいもん。リセットされるんだ。あ、でまた。前のパンダさん、ミルクありがとう。15?ヤスさん、こんにちは。どんどん変わっていくよね、ショールームすごいよね。だってこのさ、ライブタグってあるもん。ライブタグ、ごめん、ちょっと泣けます。星の簡単。ありがとね。また配信見に来てください。というのもそろそろ終わっちゃうのでね。こんなこんなですけど、なんか、寝起きちょっとなんか思考止まってますけれども、今日も一日よろしくお願いします。皆さん、よろしくお願いします。ミータさん、ハートありがとうございます。じゃあランキングに移りたいと思います。
13位ヨーミーさんありがとうございます。12位 BPM188 さんありがとうございます。11位チェキさんありがとうございます。10位チゲルさんありがとうございます。9位みちまるさんありがとうございます。8位みーたさんありがとうございます。7位しぐちさんありがとうございます。6位ボングさんありがとうございます。5位ロビーさんありがとうございます。4位まるさんありがとうございます。3位ソーラさんありがとうございます。2位若井さんありがとうございます。1位ゆうたさんありがとうございます。ハートありがとう。ボグさん疲れありがとうありがとう。またお暇で。確かにゆうたくん初めて1位やな。おめでとう、ありがとうね。ひやちさんが星投げしてくれてる。他の方も星投げもしやったら星投げてもらえると嬉しいです。ありがとう。ピュンピュンしてる HHH さんと M5 さんがピュンピュンしてる。あ、よかった。12時から3時に最新30分でもやってると、言ってやるといいってことかな。変にしないよう気をつけます。こういうのも気をつけます。お疲れ様です。ちょっと昼ぐらいにちょっとあの配信も入れるんで、それ分かり次第パって載せるんで、また SNS 見てください。皆さん10時からの配信ありがとうございました。ではでは、また次はお昼ぐらいかな。よろしくお願いします。またね、ありがとうございました。